台風の接近前から西日本では大雨に警戒が必要なエリアがどうやら出てきそうですね。そうなんです。はい、では現在の雨雲の様子から見ていきましょう。はい。えこちらになります。えー、現在の雨雲の様子を見ますと、徳島海峡やあと九州の西の海上に。 活発な雨雲があります秋雨前線の雨雲と言ってもいいかと思います、はい、そして今日この時間注目してほしいのはこちら九州にこのかかっているこちらの雲です、はいはい、この雲は南東からこれ湿った空気が流れ込んできて宮崎県などに雨を降らせているといった状況になります、はい、ではちょっと天気図見てみましょう、はい 先島諸島の南にはこちら台風11号があります、はい、そして台風11号の周りは時計の針とは逆回りの風がここに吹いているわけですねうまく回りませんね、はい、こうこういう感じで吹いているわけですよね、はい、するとこうした九州の太平洋側 で四国の太平洋側とかもこのような風が吹きやすい状況になっています、はい、で天気図を、えー、明日見てみましょうすると台風が少し北上して秋雨前線も少し北上しますが、うん、大きな変化はありませんあさって日曜日 同じように台風、北上して秋雨前線も北上しますがこの西日本の太平洋側に湿った空気が流れ込みやすいというのも大きな変化はありません。はい、ということでこちら、雨の予想を確認していきましょう、はい、明日の午前6時からです、うん、この辺りとこの辺り、この辺り、あと紀、ね、半島、この辺りもちょっと注目してください。はい、一番注目しししててほいいののはやっぱり九州の、うん、宮崎県など中心ですす、はい、動かしていきます はい、すると同じような場所でずっと雨が予想されているのが分かりますかね。明日一日送りました。はい、はいえー、ここであさって日曜日の午前零時です。うん、はい、はいえー、さらに、動かしていきます。はい。 同じような場所で降り続きますよね。ねはい、えー。こちらあさって日曜日の、えー、正午、はい、特に宮崎県とか大分県でも非常に雨が強まるような予想になっています。はい、うん。まあこれから台風がゆっくり北上してきますけれども、うん、台風が近づく前から西日本の太平洋側、特に九州の宮崎県など中心に雨が降り続きやすいということです。うん、はい。えー、では、えー、こちら土曜日と日、えー、日曜日の48時間の予想降水量を確認し まあすると、ね、東シナ海のほうでちょっと雨が多くなっていますけれども、こちら、海の上です。はいえー、ただ、えー、宮崎県を中心とした、えー、九州の太平洋側、えー、また四国、高知県の西部。うん あとこちら三重県などでもね、はいえー、雨の量が多くなっているのがわかると思います。うん、まあ種子島、屋久島などもね、えーうん、多くなりますし、九州の東北部でもまあ対馬などでもね多くなりますが、うん、まあ特に宮崎県中心などを中心にね雨が降り続きやすいと、はいえー、いうことになります、うんで。台風が近づいてくるとさらに雨量が多くなってきますし、はいまあ、九州の他のエリアでもね、えー、雨が強まることもありますので、はい、まあ今後の雨の降り方、えー、十分に、えー、注意。 さらには警戒していただきたいと思います、はい、土砂災害などの危険性も、ね、高まっていきますので今後、南の降り方なども最新の気象情報アプリウェザーニュースからもご確認ください。